こんにちは。今日の曲はですね、実は重大な、昭和歌謡フォークソングクラブとしては掟破りを自ら、暫定部長の自分自らがやって しまうことになりますが、ちょっと一曲やってみたいと思います。7月のね、課題曲目は天体ですね。天体、まあ天文ですね。それに関係のある言葉単語が入ってる、まあ、テーマに入ってる、もしくは歌詞に入ってる曲ということ で、自分で出したんですけども、まあそのね条件には合ってるんですけどもね、決定的に、ご法度なのがですね、昭和の曲ではございません。大変申し訳ございませんが、これは平成確か7年の曲だと思います。奇跡の星、奇跡の地球と書いて奇跡の星ですね。どうしてもこれをやってみたくて、やってみたくてっていうか、突然歌い弾き語りに挑戦したくなりましてですね、やってみることにしました。まあちょっとね、何回か練習したんですけどもね、いまいちね、横文字の歌詞が字余りになってとかしますね。これちょっとやばいですね。まあそんなわけで、ね、ちょっとアコースティックでやってみる奇跡の星を聴いていただきたいと思います。では、ワン、ツー、スリー、フォー。熱い鼓動で涙が止まらない、悲しい友の声は涙のブルース、
奇跡の星やってみました。ご法度で申し訳ございません。はい、そんなわけでですね、奇跡の星をちょっとやってみたんですけど、なかなかね難しかったですね。このなんかこう横文字がね字余りになっちゃうんだ。これね、また多分ねこれ発音しない単語だとかもあるんだと思うんですけどね、どうもいまいちねダメですね。横文字の歌詞はね苦手ですね。もうこの歌詞を書いてね、ノートにね、このノートにねやってみたんですけどもね、ちょっとね、まあ昭和歌謡フォークソングクラブ会長じゃないや、部長ですね、暫定部長自らご法度をやってしまいまして大変申し訳ございませんでした。そんなわけで皆さんまた